さあ久しぶりにソウルキャリバーやっていきましょう。久しぶりにっていうのはもう前回にロックで動画を上げてから約、前回のロックを上げたのが2019年の2月28日だったんで約1年3ヶ月ぶりぐらいですね。1年3ヶ月ぶりぐらいに新作がどんなペースだよって思う。なんか時々ね、時々ソウルキャリバーの動画が再生されてるのをアナリティクスとかで見ると非常に申し訳ない気持ちになって、よっしゃー、ミカルト前期からクリアするとか言ってなかった、言っておきながらしてなかったんですよね。あと何人かな、ジークリード、ソンミナ、セルバンテスと、あと誰かな、あとあのじいさんと、まだ出してないじいさんとインフェルノ、この辺りまだ、あと5人ぐらいかな、上がりきってないんでね、それをなんとかやんないと、うん、消化が悪いかなと、腑に落ちない人たちがいるかなと、まあいないと思うけどね、楽しみにしてる人はいないと思うけど、個人的な心の問題でね、未だ上がってないというか、ナイトメアが一番初めの動画でした。ナイトメア上げたのに、上げてから、でもナイトメアを上げてから、このロックで休止するまで、その子までは3ヶ月ほどなんですよね、3ヶ月ほど。3ヶ月ぐらいでそこまでは6までは上がって、その後動画が上がってなかったみたいですね。その間にね、ドリームキャストの画質を上げる方法を編み出しまして、でパソコンも一新しまして、だからこうやって撮影してる中で右下にこの黄色い邪魔っ気なのがいるのも、まあ、その間にあったことですね。いらないかなと思ってるね、この黄色いのね、まあ、せっかく出せるようになっている気がします。4対3の画角で上げていくのがちょっとね、まあスマホとかで見るときに、縦で見るときはまあいいんですけど、横にして見るときやっぱり寂しいかなっていうのがあったりするんで、まあなるべくまあスマホ縦で見るよりは横にしようかなってことを考えたら、16対9かなって言って16対9で上げていこうかなとは思いますね。で16対9にしていこうと思うと、まあこういう時か画面が寂しいので、こうやって黄色いやつ出そうかなと。短く出していく。でこのジークフィードですけどね、まあ基本的にはナイトミアとあんまり変わらんキャラでしょうという印象なんですけど、ね、なんか違うのかな、一応ねちょっとねやる前に調べたんですけど、ジークフリーとナイトミア違いって言ってさ調べたんだけど、まあ、そもそものこのゲームがもう20年以上前のゲームなんでね、で情報も出てこなかったし、まあ、ざっと調べた、あやべセルバンテスだ、怖いな、ざっと調べた感じこの技が違い、この技はナイトミアにはない、本当かな、ああ後ろに引いてしまった、それ避ける、めっちゃダメージいく攻防が熱いな、でいっギラッギランジャイ、なんじゃなかった、距離を取って戦うことが大事だね、それもあるんですね、詰められるとやっぱりちょっとこう押し負ける、距離を意識した戦い、うわーバババザイザイザイ
振り回してるようでクレバーなところですね。しっかり右に落としていく、狙ってやっているわけじゃないところが、稚拙さを、プレーの稚拙さを思わせますね。筋肉もね、あんまり得意じゃないね。よいしょ、いい。よし、一本ね。このゲーム基本的に守ったら負けだよね。声があの檜山さんですけどね、ユーシャオですけど、ユーシャオのセリフのまま、あ、白アマナのセリフのまま、守ったら負けだ、攻めろだよね。守っていいことがほぼない。まあ、まあ、相手のね攻撃パターンが少ないゲームならば、まあ、多少なりとも読みとかカウンターとかあるんだろうけど、そんなになんかこういろんな技がパンパン出てくるから、それに対してこうカウンターはなかなか、まあ、攻める方がやっぱり有利なゲームだとは思う。パターンのあるキャラもいるけどね。よっしゃ、よいしょーい、くるくる回るもんだから。いくぜ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 。めーめー、これで決める。大技すぎ。ストンピング、これもガード負荷なんですね。いやでもこのゲーム本当、今2020年でこれ出てる2000年ぐらいなんで、20年前のゲームですよ。20年前、最初のこの動画の最初に上げたやつは結構画質荒くていまいちかなって感じするかもしれないですけど、こうやってあの画質を 上げた状態、本来の画質にしたらこの画質の高さ、そして 60fps、 やっぱね人類は進化してないんだなって思います。いや進化してるからさ、それよりかの最新作はだいぶ綺麗だけど、それでも思ってしまう。やよい、うわー、そこだ。下段を警戒しつつ上からめめ、これが強い、これが強い。やっぱね相手の出鼻をくじくのがこれ、これがねジークンドーとかでもそうだけど、ジークンドーって限らない、相手の技の出鼻を出る瞬間に、なんかね最近ジークンドの動画とか見てて、ジークンドかな、総合格闘家の人がジークンドの先生に教えてもらうみたいな動画見て、あの相手が前に来る瞬間に相手の膝に足をゴンってやると折れるのね、膝が。前にバッと来る タイミングでそれの呼吸に合わせて足をバンって前蹴りして、膝を相手の膝を蹴ったら、蹴り落としたらガッと踏み潰すから、ガッといったら折れる足。確かにそうだなって、そうなんだ、そうだわなっていう。だからカウンターというか相手の呼吸を読むのはすごい重要で、相手の出鼻をくじくってのはめちゃめちゃ大事。ヘッドバッハハゲだ。ヘッドバットにこだわりすぎた。うん、危なー、あともう一戦だよ。いややっぱジックフリーター使いやすいっすね、使いやすいっすねとか言いながら5、6回はやり直してますけど、オラ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 、どうだ、
ふう、集中していこう。ここ集中、ここ集中、一本集中。めちゃめちゃ集中していく。相手の動きを読んでいく。おお、投げじゃん。集中してない方がいい成果出るところもあるよね。うわ、これよ、これが集中の効果。半端な集中力の方がね、成果がいい時ってあるよね。相手の意識だ。あぶ、距離遠いね。一番苦手なハンソンヨですけど、全くはない。あぶ、ギュッ、うおぉ危なぁ2発目のあれ打ってよかったね。あのとどめが入ってなかったら多分負けてた。手数の速さで負けてたね。普通に圧倒されてた。いやー、勝てました。ノーコンテニュー、ここジークフリートなら可能ですね。この谷に吹き抜ける風を遮るものは何もない。内なる悪に決着をつけた戦士はこの風果てる地を見続ける。幼少の思い出、父の勇壮、勇士、狂気の始まり、そして黒き風、ジーク、3年もの間何を、またそのうち話すさ。誰だ、後ろの人。懐かしき風、見たこともない顔、黒き風は健在のようだった。魔物たちが、行くぞ。今、新たな風が吹き始める。